本日の YouTube 上ですけども PCR 検査陽性者と、コロナ感染者を、まあ、同義語のように、まあ、私話してたんですけども、PCR 検査陽性者と、コロナ感染者は、ね、基本的に違います。はい、しかしですけども、まあ、PCR 検査陽性者もですね、感染者と同じく、まあ、隔離されてしまう対象ということではですね、まあ、同義語的に使われているところがあると思いますね。そういうふうに、ね、勘違いされている方もいらっしゃると思います。はい、そこを踏まえてですね、少し今日の動画を見ていただきたいと思います。私もね、ちょっと使い方が間違っておりました。はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。はい、本日は2021年7月11日になります。日曜日になります。はい、日曜日なので私たちで基本的現場の方はお休みなんですけどもね、そのお休みだけでありません。はい、コロナ感染者がですね、まあ、建設現場の方に出まして、今日まあ役所の方からもですね、まあ、2週間ね、現場の方をねクローズするような要請がありましたのでね、まあ、今日から2週間正式にね休みになることになりました。今回関係者ですけども396名、PCR 検査をしまして、なんとね40名感染者があったということで、まあ、この40名に関してはもうすぐに、隔離収容所に送られて、あとの、まあ350人近くは、まあ、自宅待機ということで、まあ、2週間後、もう一度 PCR 検査をして、異常のね陰性のワーカーのみ、まあ、現場で工事が再開できるということになりました。はい、で基本的にこの396名ですけれども、ワクチン接種、2回、ね終わっている、ワーカーばかりでした。そして全員がですね、発熱と咳等がないね、無症状者ということでですね、まあ、今後こういう繰り返しがどんどんあるのかなという感じがします。はい、4月ロックダウン入る前に、まあ、私たちの現場ですけども4ヶ月工事をね、先行しておりましたけども、まあ、ロックダウンで約1ヶ月短縮して、まあ、今回、2週間休みますからもう少し遅れるかなということで2ヶ月遅れて、まあ、さらに、まあ、こういう状況続いたら、まあ、現場はですね、まあ、ギリギリなるなという、来年引き渡しギリギリなるなという感じがします。はい、少し、ね、工事の進捗懸念ですけどもね、まあ、なんとかね対処をしていきたいという、ね、状況です。はい、現在も現場の方はですね、もうセキュリティのみね待機ということで、はい、誰も入れないよう、ね、盗難とかないようにということと、まあ、あとネット関係ですよね、外れたり風とかでね外れたりしないように、これ人がいなくなるとすぐね外れたりとかね乱れたりするんでね、まあ、そのあたりのチェックとか管理がね大事になってくると思います。はい、今回でもまあ本当40名ってこれすごいなという感じなんですけども、基本的に外で工事しているので感染というのはほぼ考えられないんですけども、まあ、今回も160名のグループが、2つですよね。でこちらの方は、両方とも、9名と4名の感染者だけということなんです。であるグループが、40人いて、まあ、20人感染という形でですね、まあ、その工事現場で移るというよりもむしろやっぱり仕事帰ってからのですね、まあ、ワーカーの生活がどんな感じになってたんかということで、まあ、そこの親方というかにですね、もう少し、まあアフター、ね、後のですね、やはり管理を、ね、もう少ししないとダメだということで、まあ、そこまで、ね、なかなか管理しにくいなというのが正直なところですけども、まあ、現状工事、ね、進捗させていくには、ね、そういうところを細かい管理もしていかないといけないのかなという感じがしますね。感じがしますというか、していかないといけないということになりますね。はい、まあ、本当ね、本来ならこのパッセンジャーエレベーターがどんどん動いているんですけども、はい、もう全く、ね、人がいないという状況です。はい、私たちのプロジェクト J タワー1コンドミニアム24階建てです。はい、先々月ね満室になりまして、今現在またね、入居率が 90% 前ぐらいまでね落ち込んできております。出入りがね激しいんですけども、まあ過密という面ではこちらの方が絶対過密なんですけども、感染者が出ないと、やっぱり生活環境でやはりね衛生面とかというところでやはり感染が広がってしまうというところもねあるんじゃないかと思います。はい、先日の YouTube 見ていただいたらね、やはりちょっとローカルのね建物でやっぱり衛生面がどうかなっていうのがあるんで、まあ、ワーカーっていうかそういうとこ住んでる方が多いのでなってしまうのかなという感じもします。はい、日曜日だけど役所が出てくるから仕事しないと仕方ないね。みんな仕事出てるもんね今。
一条のトラベルガイドのマスターあの白書の一日は何人でどうか、ああ今日うちのやつレポートまとめて明日のレポートになるわけやな。よくカンボジアのやつで、明日のうちの40名はうちということだね。でもワクチン接種が終わっててね、40名感染して、しかも外の現場でっていうことやからな、もう現場で移るとは考えにくいから、やっぱもう普段の生活だよね。昨日見に行ったあのアパート見て、あんな感じでみんな密接して暮らしててマスクもなかったら移るわな。まあ仕方ないけどな。なんではっきり言ってこんな J-DAO1 なんか感染者出へんねんからさ、あの過密っていう人が集まってるっていう割合ではこっちの方が高いやんか。だけどここ住んでるときっちりしてるやんか、そこのな生活スタイルの違いっていうのが差に出てるよね。本当だ、ここがアパートの方が感染者出てもおかしくないもんね。そうと思います。全然出てないもんね、まあでも工事4ヶ月進んでたけど、どん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 貯金がディポジットがなくなっていくね。本当最後ギリギリだなね。これで工事がギリギリになるけど、でまたここに新しい業者が入ってくるやん。タイルとか、ペインティングとか家具屋さんとか入って、またその人らの生活の管理って分からへんもんな。大変だよ、人を要さん集まるだけで。まあでもね、関係者396名とうちらも要さん人が働いてたいうことだね。ね。はい、せっかくね日の丸を上げたばかりだったんですけどもね、まあ逆にあの日の丸を上げただけにね、あの本当に恥じぬようにね、あの工事指導をね、あの進捗ね進めていきたいと思います。はい、以上カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新をお待ちください。よしぎはチャンネル登録高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。はい、コロナとの戦いはねまだまだこれからね続きそうであります。